する。テンション。力尽きてる。テンション、テンションにも力込めた。テンションだった。いいよ、かっこいい。今回は小川山屋根岩一方にあるカントリーロードっていうルートをやりに行きました。このルートなんですけど、前の100岩では 11C だったグレーディングが小川山本で 12A まで引き上げられたルートになってます。最初に触ったのが2年前ぐらいで、まあ、当時まだ 11A をこう、あ、11C をこう落とそうと狙ってる時に触って、その時にボコボコにやり返された以来で、今年久々にまた触りました。まあ、小川山本で 12A にもなってたし、久々にやりたいなっていうので来たんですけど、まあ、この数日前ぐらいに久々にここのルート触って、その日午前中しかトライすることできなくて、まあ、3便ぐらい出してダメだったんですけど、またその数日後にまたすぐ来たっていう感じで、この日1トライ目でやってます。カイラスのプリクリ棒で、4便目ぐらいまでなんとかかけることができたので、まあ、それでやってます。4ピン目以降はカムを僕は 0.5 1個挟んで5ピン目にクリップする感じです。そして上部で2箇所ハンドジャムするところがあるので、右手だけ僕はテーピングしてます。フィンガージャムは両方効くところが上部のクラクのところであるので、それでフィンガーは両方テーピングしてる感じですね。最初はワイド上りで結構ズリズリ上がっていく感じで、まあ、この辺してからしてもちょっとワイドやっててよかったなっていうふうに思える感じです。ワイド上りのこの右手保持してるところ取れちゃえば結構ガバなので、安心してクリップできるんですけど、なんか結構ボロボロ、なんか屋根岩一本自体なんか結構岩が脆いのが多くて、なんかよく炭屋みたいな感じで使っていくホールドが多いんですけど、結構なんかポロポロ岩が落ちていってるなっていうので、ミレイヤーは結構大変かなっていうふうに思いました。なんか結晶みたいなのがポロ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 落ちていってるような感じでしたね。でこの辺もワイド上りで上がっていきます。なんかこの横隔の中に結構白くついてるところはあるんですけど、全然その辺持ちで良くなくて、多分みんなただ触ってるだけなんじゃないかなっていうような感じのホールドばっかりでしたね。この辺がちょっとバランシーになってます。左手のこのクラックに入れてるのもあんまり効きは良くないんで、結構プアな感じなんですよね。ちょっと怖いかなっていう感じです。でこれが持ち手のいい、結構いい価値があって、次がガバなのでよいしょって取りに行ってる感じですね。これは大ガバなのでこの辺でクリップもできるし、次の核心に向けて、ちょっとレストをしていくっていう感じです。多分この次がフィンガージャムのところなんですけど、自分はハンドジャムがうまく決まるので、ハンドジャムを決めてカムを差し込んでいきました。でここで一旦カム取ってセットしようとするんですけど、なんか微妙に右手の決めてるハンドジャムがなんかずれてるような感じがして、ちょっと気持ち悪かったので、またちょっと体の向き変えて手はめ直して、カムをセットしました。
ここまで結構傾斜が強かったりするので、ちょっと大変なんですけど、でこの左手のなんか引っかかるホールドがあったので、それ使って、でクラックの一番上が結構フィンガージャムバチギのところがあるので、そこでも僕はレストできるような感じですね。でその次上にあるアンダーホールドを取って体をよいしょって上げていきます。このアンダーホールドも結構側なので、ここでもレストはできるかなって思います。こう考えると結構レストできるポイントはありますね。これで最終ピンクリップします。でこの最終ピンかけて越えた後も結構悪いスラブみたいなのが続いて、全然持ち手なくて柔軟性が必要な感じなんですけど、なんか自分は何持ってるか分かんないけど、変な細かな結晶になんか指の腹がひっついて、それで越えてったっていうような感じです。この辺も右手がハンドジャム結構決まるので、それで僕はここから先体を上げられたっていうような感じですね。結構この辺のなんかフレアしてるクラックが結構ガビガビしてて、それで痛いので右手だけテーピングしてました。そしてこの後、第二核心だと思われる、そのスラブのところになっていくんですけど、この右手のあたりに結構大工が走ってるので、それをうまく使って登っていくっていうような感じなんですけど、こうなかなかサイズ感が合わなくて、なんかちょっとムーブ解決するのに個人的にはちょっと悩んだかなっていうようなとこでした。でももう使えるホールドがほとんどないので、もうその見えるやつで処理していくっていうことしかできないんですけど、ちょっと体が硬くてなかなか足が上がらなくて大変でした。今足かけたところじゃなくて、もう本当はもう一個内側にやりたかったんですけど、そうするとなんかうまく立ち込めなくて、いけなかったので、さっき置いたところに僕はセットしました。でやっぱりこうフリーをちゃんとやるようになって、ブラッシングをやっぱ大事だなっていうふうに思って、ブラッシングすることでこう岩の外観をなるべく汚さないっていうのも大事だし、こうやっぱチョークばっかりついてるところだと滑りやすくなったりもするので、次のこうクライマーのためにもやっぱ掃除するっていうのは大事だなっていうふうに思いました。あとそのルートに対するなんか敬意なんていうと、なんかこうちょっと重苦しいというか堅苦しい感じするんですけど、こう保持させてくれてありがとうっていう感じの意味も込めて、やっぱルート終わった後にブラッシングするのは大事だなって、なんかここ2年ぐらいよく思います。なんかブラッシングのことだと、なんか結構ボルダーの中でなんか問題というか、ちゃんとブラッシングしようっていうので問題提起が上がることが多いかなと思うんですけど、なんかリードだとあんまりそういう風習ないんじゃないかなっていうふうに思って、でも別にそれはリードでも変わりなかったりもするし、やっぱりオンサイトするってなったらブラッシングチョークの跡ない方が面白いし、やっぱそういうのでも
ブラッシングするって大事だなって思います、個人的には。おはようございます。うい、ナイス。よし、おはようございます。はい、ナイス、ナイスです。おはようございます。よかった、すげえな、一発か。マジか、すげえな。